木末期、天も地も人の心も荒れ果てていた時代、ここ柵の地も例外ではなかった。トリア、世の名は上白常長、それがしは平右衛門、私は妙お清と申します。我らは市川五郎兵衛、実近殿を慕う実近四天王、時につけお使いいたすみ。おばばの名は稲葉、この物語の語り部として登場いたします。お見知りおきください。拙者は小諸藩平尾海流、五郎兵衛殿とは浅からぬ因縁がある、大きな関わりを担う役職。ところで肝心の市川五郎兵衛、実近殿はどうしたんだ。それだ、まさかこの大事に遅刻じゃ。声を荒げるでない。今日は遠くからこの様子をご覧になっておられる。なんと！というわけで、実近殿をご覧いただくのは本番の舞台でお待ちください。残念。さあ、話を元に戻しましょう。あれ、あれは娘時代の私、つまり稲葉じゃ。私の両親は、私が幼い頃、空腹のあまり盗みを働き、罰せられてしまったのじゃ。
ら腹へに狂ったやつばっかり娘一人に施したって何にも変わらねえ世の中変わらねえ許すな罰を与えろこいつはみんなの土地の身だ許すな罰を与えろこいつはみんなの土地の身だ Thank you.
来月また通常通りの番組に戻りますのでお楽しみいただければと思います。